10月がやってきた。世間では過ごしやすい時期だとかそんなことを言われてもてはやされているが、私はそんなことないと思う。まず第一に外出するときに何を着ていけばいいかわからない。毎回、今日は半袖で行こうかな、いやでも寒かったら嫌やし長袖にしとこかな。それとも半袖の上から薄めのアウターでも羽織ってこかな。とかそんなことを考えなくてはならない。しかし話はここからだ。その程度のことなら私だって別にそこまで陰鬱な気持ちにはならない。この話、考えたところで正解はないのだ。半袖を着ていったとして、うわ半袖で正解だった、めっちゃ過ごしやすい、とか悠長なことを考えていたら日が沈んだ途端、寒、長袖着てきたらよかった、とか思わせられる。そう、この話に正解はないのだ。なら半袖の上から薄めのアウター羽織ったらええやん、とか、そんな舐め腐った考えの日には片手にずっとアウターを持ち続ける時間を強いたげられる。己10月目。まだある。10月は寝起きに喉がイガイガするということを思い出させられる。夏の間、我々は乾燥とは少し離れたところで生活していた。しかし、10月になれば、10月ともなれば、乾燥はすぐ隣までやってきているのだ。そのことを思い出されるのはやはり寝起きだ。先週までと同じように起床したはずなのになんだこれ。喉がイガイガする。辛い。水を、早く水を。はぁ、10月がやってきた。喉がイガイガした時に欲しくなるものがある。喉飴だ。でも喉飴ってあれじゃない？食べ終わった後口の中結構甘ったるくない？確かに喉飴を舐めている間は喉の不調も忘れられて快適だけど、ひとたび食べ終わったと思えば口の中めっちゃ甘ったるくない？え、何？こんなだったっけ？寒い時期ってこんなだったっけ？とかそんなことばかり思ってしまう。おそらく今日街中ですれ違った人たちも同じようなことを考えながら生きていたんだろうな。うわ失敗した今日寒ないんかい。ああ、後でコンビニ寄って喉飴でも買おうかな。お、過ごしやすい季節になったな、涼しくて気持ちがいいわー。とかみんなも考えながら生きていたに違いない。例にも漏れず3人目の人は夕方以降に悪夢を見ることになるのだが。あと10月はお風呂のお湯ためるかどうかも迷うし。ついこの間まではシャワーで済ませてたのに。まだお湯ためるほどではないかな？今日はシャワーだけで十分か。とか考えてシャワーにしたはいいものの。お風呂上がりめちゃくちゃ寒い。こんなんやったらお風呂ためといたらよかったわ。とかそんなこと考えながら体を拭く。あ、体拭き終わったらそんな寒ないわ。なんやまだ全然シャワーでいいがな。これを10月の間無限ループ。ほんでお風呂上がりに顔面カピカピに乾燥する。あ、ここでも乾燥がすぐ隣までやってきてることを思い出させられるな。10月が、やってきた。はぁ。ハロウィンのコスプレどうしよっかなぁ。すみません、ちょっとだけいいですか？いや乾燥の共有をしたくて、あなたは見ててどう思いました？